皆さんこんにちは、あきらです。今日は人を動かす話ということですが、人を物理的に動かすという意味ではなくて、関わる人を自分の望んだ通りに動かす、ね、動いていただくためのお話です。はい、我々がこの世に生まれて、そして生きていく上で一番大切なことというのは、呼吸をすることですよね。もっとも呼吸というのはね、どんな人でも、しかも教えられなくてもね、できる、無意識でできるね、ことですよね。ですからその次に大切なものというと、そうですね、食べること、寝ること、そしてほとんどの地域の人にとってはこの着ることっていうのもそうですよね。食べる、寝る、着る、つまり衣食住っていうことですよね。衣食住というものを手に入れるためにはお金が必要ですよね。まあ、ほとんどの地域ではね、お金を得るにはやはりほとんどの人にとっては仕事というのをする必要があります。仕事をするとですね、必ず一人以上の他の人と関わることになりますよね。まあ、多くの人の場合、何人、何十人、多い人では何百人、何千人という人と仕事で関わっていることになります。職場のね、同僚とかお客様とか仕入れ先とか、いろんな人が関わっているわけですね。いや、仕事はパソコンでデイトレードという人もいらっしゃるでしょう。一切人と他人と関わってませんよという人もいるでしょう。あるいは仕事をしなくてもお金が潤沢にあるという人もいるでしょう。でもそういった人でさえ、衣食住というものを手に入れるとき、やはり人と関わることは避けられませんよね。外で食事をしたり、あるいはスーパーで物を買ったり、服を買ったりという時には必ず人と関わります。住むところを借りたり、あるいは家を買ったりという時にも必ず人と関わりますよね。このように生きていく上で人と関わるというのは不可欠なことです。はい、人と関わるというのは不可欠なことです。はい、まあ、そういうこともちょっと思い出しますね。はい、そうですね、必ず人と関わって、生きていくわけですね。はい、で、その人と関わるという時にですね、自分の望んだように相手が動いてくれる、ね、でそういうことが、常に、続くと毎日が快適なわけです、ね、関わる人が全て自分の望んだ通りに動いてくれる、ね、快適ですよね。人が自分の望んだ通りに動いてくれないという時にストレスが溜まります。ストレスは人間関係によるものが 95% と言われているように、毎日ね、人と関わることで、得るストレスというものがね、大きく自分の精神状態に影響してくるわけです。はい、そこで、
健全な精神をね保ち、そして毎日を快適に過ごすために私が皆様にお勧めしたい本があります。こちらですね、デール・カーネギーさんの人を動かす、はい、こちらはですね私のマスターマインドの一人でありますバランス思考を提唱されている岩本隆久さんにね勧められて読んだ本です。この本はですね約70数年前に書かれたんですが、世界中で売れ続け、なんと1500万部、日本でも450万部が売れています、ね、人間の心理っていうのはね古きも新しきも不変のものっていうのがよくわかりますよね、はい、こちらのデール・カーネギーさんっていうのはねアメリカの方なんですけれども、よくねアンドリュー・カーネギーという人と混同されますが、アンドリュー・カーネギーさんは鉄鋼で財を成した人ですよね。こちらのデール・カーネギーさんはですね成功哲学とかね自己啓発の先駆け的な人ですよね。すごくいい本です。はい、この本をですね、この対人コミュニケーション術っていうふうにね捉えていらっしゃる方も多いかと思いますが、そればかりではありません。この本はですね人格形成そして人間性向上に役立つ、いろんなですね、心がけというものが書かれています。すなわちいつも私が申し上げている、生まれてきた目的、魂を磨いてきれいにするための心がけというものがこの本には満載されています。はい、アメリカという国はですねこのデール・カーネギーさんがね生まれ育ったアメリカ、そして私が今住んでいるアメリカという国はですね、みんな自己主張が強いというねイメージがありますよね。自分の主張を徹底的に押し通すという感じですよね。三段論法というのを使ってね、まず私はこう思うということをね言って、そしてなぜならこうだこうだという理由を言って、だからこうでしょうというふうにね、そういうふうに話すというのがね小さい頃から家庭でも学校でもトレーニングされています。高校とかね大学にはディベートっていうクラスもあって、相手をねいかに打ち負かすかっていうねそういう話術っていうのもね結構教えられています、ね、大学によってはですね例えばレストランに行ってレストランにクレームしてねディスカウントとか優待券をねゲットしてこいっていう実習まであるぐらいなんですよね、そういう非常にね自分の主張をね、押し通す、ね、自分相手よりも自分が優位にあるということをね証明するっていう、話術っていうものが、浸透しているこのアメリカで生まれ育ったデール・カーネギーさんが何を書いているかっていうのをですねちょっとご紹介いたしますと、どんな人も自分が正しいというふうに思っていることを理解すること、どんな人も自分が一番重要であると思っていることを理解することなので、その人の立場に身を置いて物事を考え、そして発言するということを心がけること、誠実な関心を寄せて笑顔を忘れず相手の話をよく聞き、そして心から相手を褒めるということを心がけること、相手と議論を戦わせることなく相手の誤りを指摘しないで自分の誤りを認める、穏やかに話し相手に喋らせ相手に思いつかせて相手の美しい心情に呼びかけるということを心がけましょうということを書いていますね。アメリカのね自己主張の強い話術とはね正反対のようなことを彼は書いています。はい、
これがですね、本当に効果があるかということなんですけれども、効果あるんですね。常に自分を謙虚にね保って、自己主張することなく相手の立場意見を尊重するということをしていると、相手も自然に自分に強調してくれるようになるということですよね。はい。でですね、こういうことを、心がけるということにすることによってですね、自分の人格も、どん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 形成されて、人間性が向上していく、そういったことがね、自分でも感じられるようになると思います、ね、日々のコミュニケーションの中でですね、そういうことが、自分の中でね起こる変化っていうのにも、気づくようになると思います。はい。で、私もですね、この本、何度も何度も読み返しまして、実践、ね、しようと努力しております。はい。でですね、こういったことをですね、書かれていることを、実践しても、それでも動いてくれない人っていうのも、やっぱり存在します。ね。そういった人たちにはですね、やっぱり自分のね、意見というものを主張して、自分の正しさを証明して、相手の誤りを指摘しなきゃいけないというふうにね、やっぱり一瞬思うんですけれども。ですが、それをしたところでね、実際にうまくいくかというと、やはりそれもうまくいかない。それどころか、後味悪い結果が待っているということも少なくはありません。はい。それならばね、やはり相手にね、不快感を抱かせることなく、自分のね、謙虚な人間性をっていうものを保ってですね、その相手とねずっと関わっていく必要があるならば、そのようにね、自分の人間性の成長のためにもですね、ここに書かれていることをね辛抱強く続けていくっていうのが大事ではないでしょうか。ね、授業料、自分のね精神性の向上のための授業料と思えばね、ちょっとしたね金銭的あるいは時間的なロスっていうのもね気にならないのではないでしょうかね。はい。どうしてもね、なんで、イライラする、相手に対してね腹が立つとかイライラするかというと、そこに金銭面とかね時間的なロスっていうのがねこの辺にちらついてしまうからですよね。まあ、実際に、ロスすることもあるんですけれども、ですがそういったことでね自分の人間性を下げることなく、やはり、自分のね人間性というのを向上に努めるという意味ではですね、ここに書かれていることをね実践していくのがいいのではないかというふうに思います。そしてですね、どうしても動いてくれない人、これは仕方ないんですね。そういう人はやっぱり存在するんです。例えば価値観が合わない人とかね、感性の合わない人、波長の合わない人、こういう人たちはやっぱり難しいんです。それはどっちが悪いっていう問題ではなくて、価値観が合わない、感性が合わない、波長が合わないっていうのはね、引き合わない関係なので、こう引き合わない関係なので、やはり、そういうね、圧力っていうものが生まれてしまうですね。ただそれはうまくいかないからといって、残念に思うことではなくて、やはり自分を成長させる一つの機会をくれたっていうふうに、プラスにね考えてみるのが良いのではないかと思います。はい。例えばね、病院のね、お医者さん、この人がね、病気になった時、ね、重大な病気になった時、東洋医学的な治療を試みようとしてもね、なかなかその人は快くその治療を受けてくれないのではないかというふうに思いますし、あるいはですね、非常に歌の上手い人がここにいると、レコード会社はこの人を売り出したい、ね、この人にはハードロック歌ってほしいと思ってもですね、その人が演歌を歌いたいというふうに思っていたら、これもうまくいかないですよね。はい。
そういったようにですね、どうしても、精神的にね合わないっていう人もやっぱり存在します。ですがそういう時も、その人を尊重してですね、自分の、謙虚なね、人間性というものをやっぱり向上させていくっていうことを考えていただきたいと思います。それからもう一つ、もう一種類ですね、動いてくれないというかですね、自分の望んだ通りに動いてくれない人の例としてね、その人のキャパシティっていうのがあります。キャパシティっていうね、英語を日本語にするとちょっと難しいんですけれども、まあ能力とかね、その人の、まあ、器、まあ、そういった意味なんですが、自分の求めている仕事、まあ、やってほしいことの内容がですね、その人のキャパシティを超えていると、これもどうしてもうまくいかないんですよね。まあ、分かりやすく言えばですね、野球のコーチ、まあ、非常に優秀なコーチがいるとしてですね、ある、ね、出来の良くない選手を教える、まあ、その選手にですね、運動神経、運動能力、体力っていうものが、ね、ある一定のレベル以下であって、それ以上向上しないという人であれば、いくら一生懸命教えたとしても、やはりその選手のキャパシティからしてですね、一流にはなれないというのと同じようにですね、自分の求めていることっていうのがその人のキャパシティを超えていたら、やっぱりうまくいかないんですよね。はい。まあ、分かりやすく言えばですね、まあ、その辺のですね、町の工務店さんにですね、巨大ショッピングモールを建ててくれって言ってるような感じですかね。もちろんその工務店さんもですね、まあ、いろんな、アウトソーシング先を見つけてですね、なんとか作ろうというふうに思うかもしれませんが、で、まあ、何年もかけてね、頑張ればできるかもしれませんが、まあ、それはやはりなかなかね、キャパシティ的にも、無茶な、依頼だと思いますし、それで、思ったようにスムーズに進まなくて、イライラするっていうのもね、やっぱり、それキャパシティに問題があるわけなので、その人に対して腹を立ててもしょうがないっていうことですよね。はい。実は今ですね、私はこちらでレストランを作っているんですが、まあ、ある建築業者に依頼してるんですね。その人は、まあ、ゼネコンなんですが、ゼネコンといってもね、その人は一人でやってるんですよね。一人でやってもゼネラルコントラクター、すなわちゼネコンというふうに名乗ってて、仕事の依頼があったらその規模に応じてですね、設計士とか、エンジニアとか、水道業者とか電気技師とかをね、アウトソーシングしてチームを作って、それで、作っていく、レストランを作っていくということをするわけですが、どうしても一人でやってるんでね、その外注先といろいろ相談してやるので遅いんですよね、やっぱり。でですね、レストランというのはいろんな規制とか決まりとかが、無数にね、ありまして、複雑多岐なんですよね。その役所の、決めているレストランの建築に関する基準とかね、そういったものが本当にたくさんあってですね、やっぱりそういうのはその地元でですね、まあ、市によってルール違いますからね、その地元でたくさんの経験を持って全部自前でスタッフを揃えているところに頼めば自分の望んだようなスピードでテキパキとやってくれるんでしょうけどね、意外にアメリカっていうのは一人でやってるゼネコンさんが多くて、そうやってアウトソーシングをしていくっていう人が多いですね。そういう人たちを使うとやっぱり、時間がすごくかかるし、そういったルール決まりっていうものをリサーチするのにも時間がかかるし、あるいはリサーチ不足のせいでね、別のルールに抵触していたっていうことになってやり直しっていうことになってね、時間とお金をロスするっていうことも多々あります。まあ、そういうことが、まあ、あるんですけれども、それに対して、まあ、いちいち何やってんだって言ってもね、その人のキャパシティからしたらですね、もういっぱいいっぱいなんですね。そういう人にわーっと言っても、しょうがない。それどころか、かえってね、ますます今後の仕事をやる気を失って、あるいは、もうこんなうるさい人のためにね、一生懸命やってられるかっていうふうにね、なりかねないわけなんですよね。まあ、その人自体はすごくいい人なんですけども、いい人なんですけれども、自分がね望んでたテキパキパパッとこのぐらいのねスピードでやってもらうっていうのには
ちょっとキャパシティが足りなかったかなっていう感じなんですね。でその人とね、一回あまりにもなんか、遅い、ということがあってですね、まあ、結構こう意見を戦わしたことがあってですね。でその時にですね、まあ私もですねいろいろ、良かれと思ってですね、私が役所のルールを調べたっていうこともいろいろあって、あの件に関しては、私が、役所のルールを調べて、あなたに教えて、やったけれども、もうちょっと、ご自分でリサーチ頑張ってくださいよみたいなね、ことを言っちゃったんですね。そしたら、その人はですね、その僕が調べたあのことなんて余計なお世話だみたいなことを言ってですね、そこからはブワッとね、お互いが、自分の主張をねブワッとね相手にぶつけ合うという展開になってですね、で、そこでですね、最後の方にですね私もハッと、気がつきまして、いやこれは自分の、人格を下げちゃってるなとね、相手もこんなことで気持ちよく仕事してくれるわけがないっていうふうに、思い直しましてですね、最後にね、本当に、素人なのに無責任なこといっぱい言って、すいませんでした、ごめんなさいねっていうことを、言いましたね。向こうも、いやこちらこそ、悪かったっていうふうにね、笑顔で和解することができました。はい、どうしてもね、もうこの人はキャパが足りないから無理だってなったらね、もう人を変えるしかないんですけれども、ずっとね、お付き合いしていく以上はですね、やっぱり、こういうことをですね心がけて、ね、自分の主張はせずに相手のね話を聞いて、そして、謙虚にね、自分は謙虚に、そして相手のね相手に気持ちよく仕事をしてもらうということを心をかけるのが良いのではないかっていうふうに思います。はい、今日はですね人を動かす話っていうことですね、人に、自分の望んだ通りに動いてもらうためのお話、動いてもらえない場合の対処法、それから、人間性の向上のためのですね、不可欠な要素ということをお話しさせていただきました。参考になれば幸いです。今日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。